今日はこの国あげてのお祭りだからね、サービスしとくよ。妖怪！こいつらが、私はそれでも放っておけません。止めてまいります。ヤオネ、死んじゃった。みんな亡くなっちゃった。どうだね、さっきの花火は美しかっただろう。牛魔王の手先ってわけか。三仏神様、一つだけお聞きしたいことがあります。なぜ妖怪であるあの三人をご任命なされたのですか。話してやるさ、仲間だもんな。我らが同胞、妖怪たちよ。でもここでキャンプをしようと言い始めたのはあなたですよ。もうそこに町があるのに。時計？そいつが爆弾？違う。どこだ？祭りの夜にこんなアクシデントが起こるとは思っていなかっただろう。どうする、サムゾやるか。そんな時間ねえよ。早く円錐を見つけねえと、ジープが！でも、あの化け物の目的は我々ですから。行くぞ。こんなモンスターは滅多に見られないぞ。悲鳴よりあっさり、逃げ出す足音より拍手を持って迎えてほしいものだな。なんであんたたちがここにいるのよ。そう、これもあなたたちのせいなのね。またあんたたちが来たから、それで人殺し。ミーファ、バカみたい。このままじゃ怪獣にやられちゃうのに。とりあえず奴の目をこっちにそらすぞ。マシから引き離す。バカみたい。あんたたち救世主にでもなったつもり？本当にそうかもしれないよ。え？今この世に起きてる災難をあの子たちがどうにかしようとしてるのかも。まさか。地雷だと？町を避けて戦おうという俺たちの動きを見通していたというのか。お前たちは幸運なのだぞ。私の爆発技術をその身で味わうことができている。何？
てめえ！とりあえず森へ逃げ込むぞ。そう、性格変わるってやつ。無駄口叩いてると舌を噛むぞ。うわぁ、佐藤打って変われ。俺の方が上手い気がする。だったら俺が。うわぁ、うまい。おい、タオル。すみません。奴は俺たちを見失ってうろうろしてるぜ。そんなことより早く円錐を追いましょう。おめえの手当ての方が先だろうが。しかし時間が。あんた。私は薬師、応急手当くらいならできます。なぜ？あなたには借りがありますから。僕は貸しを作った覚えはありませんよ。円錐は私が探し出して始末します。始末する？円錐は郊外氏の命令で動いてるんじゃねえのか？いいえ、円錐は玉面公主が放った資格です。玉面公主、牛魔王の5歳になったという女か。円錐は元は真面目な薬師でした。でも6年前自分の薬物実験が原因で爆発事故を起こしてしまった。これでもう見えるはずです。では。ありがとう。いいえ。もう時間ねえよな。ない、ない。まだ花火上げてやがるぜ。好きなんだな。行くぞ。しかしあいつは。お前の運転なら奴より早い。お褒めに預かり光栄です。はーい、ドライブだ、ドライブだ。町へ戻んのかよ。花火の位置が動いている。それってあの花火、円錐の野郎自分で打ち上げてるってことか。ほんと派手好みのやつ。悲劇が、恐怖が、円錐にとっての快感だったのでしょう。それ以来爆発の魅力に取りつかれ、いかに美しく派手に散らせるかということを芸術と勘違いし始めたのです。やつら。クソ、円錐の野郎、ジープの爆発の巻き添えを食わないように俺たちから遠ざかろうって寸法だな。町の人たちが避難し終えてくれてるといいんですが。とにかく今のうちにもっと後ろの奴との距離を稼いで。何？
水汲んでくるから。大丈夫だったかい、お嬢ちゃん。と、あと10年以上経たねえとデートにも誘えねえな。何バカなこと言ってるのよ。どういうつもり？あんたたちどうして戻ってきたのよ。どうだね、ゲームは楽しんでもらえてるかい。いよいよ君たちのペットが特大の花火でラストを締めくくる。それよりも我がしもべに焼かれ消滅する方が早いか。やつはどこだよ。どこにも花火が上がってねえじゃんかよ。やつそこまでお気楽じゃないってことだ。とにかくやつの目的は我々なんです。この場から離れましょう。ああ、賛成だな。ありがとうございました。何も何もできないかもしれないけど、お願い、私も連れてって。飛ばしますよ、ミーファ。でもさ、5人も乗っちゃって爆発する前に壊れちゃうんじゃないの、ジープ。じゃあ貴様が降りろ。いや、もうサンちゃん行けず。あそこか。おい、五条、火貸せ、火。あんた、ガキのくせにタバコ吸うのか。違うって、いいからライター貸せ。はっ。エース、町のみんなまで巻き込むつもりですか。手にかけるのはあの者たちだけで良いはず。やおね、お前まで人間どもと仲良くなったのか。私はただ玉面講師様の命令を遂行するだけなら、なぜそんな回りくどいやり方をしなければならないのかと言ってるんです。よし、行け。目くらましか。さらに、なんだ。ゲームは終わりだ。さあ、取引と行こうか。さすがは玉面講師を手こずらせるだけのことはある。やろう、早くジープの爆弾を解除しろ。嫌だね。何？おっと、爆弾を解除できるのは私だけだぞ。だが時間が来ると貴様も一緒に。